じゃあちょっとデモンストレーションお見せしましょう。で、皆さんに見てていただきたいのは、皆さんがね、まずこっちのステートで構いませんので、純くんのねステートをずっとこう見てていただきたいんです。で、心の状態がね10点満点で言うと今どれぐらいなのかな、それがどう変化してるのかなってことを見てていただきたいと思います。そして僕がねそれに対してどんなふうに影響してるかっていうことです。僕のステートがとかね、僕の関わりが純くんのステートにどんな関わりをしてるか。要はだから言葉なんか聞かなくてもいいんです。面白いですよ。僕ね言葉聞かないでテレビを見たりとかすることがあります。で、言葉止めてテレビ見たりするでしょ。そうすると非言語でどういう交流が行われてるかっていうのがすごくよく分かります。誰が相手にどういう影響を与えてるかね。で、言葉だと言葉聞いちゃうからね。だから実は言葉聞かないで見てると非常に面白いことがいっぱいあったりします。自分でそういうね練習メニューを考えるのが僕は好きなんです。はい、さあじゃあ純くんともやってみたいんですけども、じゃあ最近の何か楽しかったこととか何かあったら話してください。はい、そうですね、子供にコーチングをしたっていう話なんですけど、いいじゃないですか。で上がるでしょここで。いた。で、何をやってるかって言ったら、今ねその子供にコーチングしたって話なんですけどっていうところにマッチングして、でおいいじゃないですかって上に引っ張ってみたわけ。そしたらズル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 って上がってきたでしょ。でああってなるじゃないですか。で、こういうことなんです。で、これが人間スポットライトで聞くっていうことの一つの核心なんですね。マッチング&リーディングです。相手に合わせて、でこっち側が温度を上げていったらガーって上がるっていうことが起きるっていうことなんです。で、もう一回最初からやってみますね。最近楽しかった話は何ですか。子供にコーチングしたっていう話なんですけど。本当、子供にコーチング、はい、もう少し教えてください。で、なりがちなんですよ。で、今度はこっちが捕まえて落としたでしょ。で捕まえて落とすと落ちるんですよ。で、だから我々がやってることがね、質問としては変わらないんで、もうちょっとそれ教えてとかっていう話なんだけど、言葉じゃなくて言葉以外に人間は反応してるんです。で、だから私たちは相手の状態に気がついて、で自分が持ってる影響力に気がつきたいってことなんです。私たちがどう関わるかで相手は大きく変わります。たびたびごめんなさい、子供にコーチングした。はい、そうなんですよ。建築家になりたいっていう子供がいて、で夢をこう絵に描いてみようみたいな感じでやって、でじゃあ次の宿題出さなくても、あれなんですよ、次の翌週またその子たちに会ったら、なんと段ボールでそのデザインした家を作っちゃった。おーすごい、で、あらすごいねみたいなの言ったらどんどん調子に乗っちゃって、今度木の何ジオラマ模型みたいな形で作っちゃって、いやなんか子どもの行動力ってすごいな、すごいね、見習いたいな俺も。いやすごいっていう風に聞いていくってことなんです。で、上がったらさらに上げてるでしょこっち側が。で、上げてキープしてるわけです。で、そうすると相手は高いところで話し続けるっていうことが起きるんです。相手に合わせてね。で、ところがなんですよ、これがマッチングリーディングが大切だっていうことなんです。マッチングリーディングしないと、マッチングしないとリードだけだとどうなるかっていうのをお見せしたいと思います。最近楽しかったこと。いや子供にこう。子供に。それで。コーチングして、最初夢描いたんです。夢かー。それで。それで段ボールで家を作っちゃって、すごい押されてるでしょ。こうなるんだっていうことです。だからリードしすぎはダメなの。ただマッチングしてからリードするとガーッと上がるっていうことなんです。で、逆のことをやるととにかく下がっちゃうっていうことですね。我々はここをね自由に使えるようになっていきたいということなんです。じゃあ高度なことをいくつかね、2つぐらい言います。1つはそれが原理原則なんだけども、けども相手のステートが下がった時にどう対応するかということです。で、例えばね、ニュートラルにこうやって話してるでしょ。で、これがニュートラルの状態だとしたら、少しだけいい状態で僕が聞いてると少し上がるわけね。で、なんだけど相手のステートが、例えばなんか話して子供がねってバンって上がるじゃないですか。例えば10点までバンって上がっちゃう、わーって上がったら即座にこっちがついていかないと即座に下がるんですよ。だからさっきね、僕の見ててもらったら分かると思うけど、彼が上がったらさらにガッて上げるでしょ。で、あれをやらないと彼としては一人だけはしゃいじゃったみたいな形になるなんか調子乗って一人ではしゃいじゃったってなるわけね。で、だから途中で上げないで関わってみるとかね、彼が上がっても上げないで関わってみるっていうのをちょっとやってみますけども、やっぱりそれをね
多分すぐ下がってくると思う。あの無理してやらなくてもいいから、適当あのリラックスしてやってください。はい、じゃあさっきの話でもう一回最初からしてもらっていいですか。はい、いやあの子供がコーチングしたっていう話なんですけども、うんうん、あそうなんですね、うんうん、はい、何が一番嬉しかった。いやもう絵に描いたものを、うん、今上がったけど下がったでしょ。絵に描いたものってわって言った時に僕が上げなかったからすぐうって下がったでしょ。でこういうことが常に起きてるってことなんです。だから絵に描いたものえって言うからここでまたそうなんですってなるわけ。もう一回ね、はい、何、うん、このモニコーチングして、うん、絵に描いたものを、うん、何木で実際にハンマーとか作りながら、うんうん、叩きながら作っちゃったんですよ、うんうん、模型を、すごい、はいはい、そうなんです、で追尾して上げていくでしょ。上がったらすぐ上げるでしょ。でこれをやるから相手がキープされるわけです。でこれがないと相手は上がるんだけどまた下がるっていうことがあるわけね。で相手がどんどん上げたかったら相手が上がったのにどんどんくっついていって、で相手よりもいい状態っていうのをキープするんだってことをやるっていうことです。で話してるうちに相手が下がることがあります。で下がったらどこに行くのが原則かって言ったら、ここに居続けると相手とギャップがあるからここに下げるのが原則なんだけど、下がった時にゴンって下げると実は相手がさらにその勢いでゴンって下がることがあるんです。でだから実はね、上がったらすぐ追いかけるってやるんだけど、下がってもちょっと様子を見る、ゆるゆる下げるっていうのが実は高度なテクニックとしてはあったりするんです。でだんだんこういうところを探求してきて、今やんなくていいけど、ね、今はもうとにかくキープ 2,3 点上をキープして、上がったら自分もくっついていく、下がったら自分も下げるで構わないんだけど、のだんだんこれが自然にできるようになったら、上がったら即座に行く、下がったらゆっくり下げるっていうのが次の技術的な、ね、あの課題になるわけです。まあ、ちょっと無理やり下げるの難しいと思うんだけども、もう少し話を続けてみるね。で彼のステートは上下しますから、で上下して僕は上がった時はすぐついていくけど、下がってもしばらくは下げないでいるっていうのが多分見られると思います。実は今までもやってたんです、ずっと。でそれをねもう一回見てもらいたいと思う。じゃあちょっと一回伸びをして、はい、じゃあ最近の楽しかったこと、子供にコーチングをしてですね、うん、いいじゃんいいじゃん、はい、うん、絵を描いてですね、うん、こういう家にしたいなって建築士なんですけども、うんうんうん、実際にそれを、うん、じゃあ月までにやってみようかみたいな感じで、うん、2人で協力し合いながら、うん、木を実際に買ってきて、うん、でこうハンマーでこう釘を打って作ったんですよ。でなんかすげえ子供の行動力と思って、なんかすごい見習いたいなと思ってね。確かにねって聞いてるじゃないですか。で上がってるとか上がってるでしょ。で下がってってもキープしてるじゃないですか。で実はキープしてるとこういう明るい話だったら戻ってくるわけです。で本当にいやでもねなかなかうまくいかなくてってなったら、そこに向かってじわじわ下げてって、あそうだったんですねって、それでどうなったんですかって聞くわけで、また上げられるところを探ってるっていうのをやってるっていうことです。これがステートのマッチング&リーディングね。で今はとにかく 2,3 点上で多少タイムラグ出ちゃってもいいから合わせるんだで構わないです。別に即座にいかなかったからって致命的なこと起きないから。でなんだけども、だんだん慣れてくるとこういうことが自動でやれるようになったりするということです。これが1個目で、2個目は暗い話をしているときはどうしたらいいかとかね、相手が辛い話をしているときはどうしたらいいかってことなんです。で辛い話してるときも実はプラス 1,2 点はセーフなんです。でそのことは知っといてください。だからもうバカの一つ覚えで、もういつもプラス 1,2 点で大丈夫なんです。ちょっとなんか最近辛かったり嫌だったりしたこと話してもらっていいですか。とはいえみたいな話で、ね、いいですよ。とはいえ、うん、最初彼女に夢って何って聞いたときに、うん、いやないよ、あそうなんだ、言うの恥ずかしいよ、全然受け入れてもらえない感じ、うんうん、なんかそれがすごい辛かったなと思って、うんうん、辛かったっていうのは、はい、なんか僕のことを信頼してもらえてない感じ、うんうん、っていうのがすごい辛かったなと思って、うん、そっかそっかそっか、はい、なんかどんな時に信頼されてやればいいわけね。でこの時って別に必要以上に下げてないけど、でも相手よりも必要以上に上げてないでしょ。これをね、じゃあちょっとなんか最近とはいえなんか嫌だった話してもらっていい、うんうん、まあ、とはいえ、うん、これ話せないよね。話せないし聞かれてる感じがしないんですよ。でだから要はね、点数が高すぎる、要はギャップが大きすぎると話せなくなるんだけど、実は落ち込んでる話、辛い話でもちょっと上ぐらいだったら別に淡々と今みたいに話せちゃうっていうことなんです。でこれが1個ね。だからそれでもいいです。でその方、その時そういう関わりをすると何が起きるかっていうと、要はね、相手が落ちていくのにちょっとブレーキをかけてるみたいなね、
急ブレーキじゃないんだけど緩やかにブレーキかけてこれ以上落ちないような状態でセッションしてるっていうことになるわけです。だからそうした方はそうすればいいんです。で平本さんはアクセルを踏みたいっていうわけです。もうその落ちるんだったらもうとことん落ちてでそこ打っちゃった方がいいからっていうのでアクセルを踏むわけで、アクセルを踏むってどういうことかって言ったら相手よりもステータス下げるっていうことです。もう一回聞いてみますね。とはいえそうですね、とはいえ、うん、あの最初、うん、全然心開いてもらえてない感じがあって、うん、なんかすっごいねそれが悲しくって。そっかそっか、心開いてもらってないっていうのは、うん、なんかどうせ大人だから夢とか言っても何か言われるんじゃないかみたいな、なんかそう思われたくないな、うんうん、そうだよね。どんな気持ちだった、そう思われた時に。いやーなんかもう、うん、辛いな、うん、そうだよね、うん、どうしようかな。で聞いていくこともできるわけで、こっち側に今マイナスの方に引っ張るとさっきとね話し方のトーンも変わってくるでしょ。でよりその辛かった体験っていうのをしようとするし、それを語ろうとするっていうことです。なのでステートをね上下させることだけでもその相手の状態って変わるし、話す内容も変わってきちゃうっていうことで、そのことを知っておいてください。原理原則はちょっと上にいるってことです。で応用の一つが、相手が上がったらすぐに上げる、下がったらゆっくり下げる。でもう一つが、あのネガティブな話も原理原則通りでいいんだけども、もっと加速してしっかり体験してもらいたい、聞きたいっていうことになればちょっと下げると加速していくってことです。だからブレーキとアクセルと両方あるってことね、ネガティブな話に関しては。でポジティブな話もそんな、ポジティブな話のアクセルは何かって言ったらよりポジティブに聞くことだし、ブレーキは何かって言ったらネガティブに聞くとあっという間にブレーキがかかるっていうことです。だから調子に乗りすぎて相手がわーって話してて話が止まらなくなったら、ちょっとこっちのステータス下げると相手がスローダウンしてくるってことも起きるっていうことです。だからどっちがいい悪いじゃなくて、使い方によって、我々の関わり方によって結果が変わってきちゃうっていうことです。で大切なのはなんですよ、これね別にセッションが盛り上がるためにやってるんじゃないんです。大切なのはこっち側の関わり方、ステートによって相手のステートが変わるんで、ステートが変わると何が変わるかっていうと、話す内容も変わってきちゃうってことなんです。話す内容も変わるし、それに対する意味付け解釈っていうものも変わってきちゃうってことなんです。要はステートが下がってると、話す内容自体もね、そんなにポジティブな側面とかっていうのがそもそも話されにくくなるし、しかもその事象に対する意味付け解釈の仕方っていうのもネガティブになりやすいんですよ。でポジティブな状態で話すとポジティブな話題が出てきやすいし、それに対する意味付けっていうのもポジティブなものになりやすいんです。で我々は何をやりたいかっていうとね、そもそも事実の正確な評価とかね、判断解釈をしてもらいたいわけじゃないんですよ、コーチングっていうのは。だってそんなことできないんだもん。結局我々が知ってる事実なんか事実じゃなくて、我々が見聞きした断片に過ぎないし、記憶が残ってるものに過ぎないし、で我々はそれの中で自分自身を勇気づけるようなものっていうのをピックアップして、それに対して勇気づけになるような意味づけをして前向きに生きていきたいんですよ。でそういうステートでいたって、どうせ世の中思う通りにならないこともいっぱいあるし、大変なこともあるんです。でそれをどうやって自分らしくね、自分の人生の舵を取りながら生きていくかってことを支援するのがコーチングなんです。だから別にわざわざですよ、暗い思いをする必要はないんです。大変な思いをする必要ない、変な解釈判断する必要ないんです。で別に、要はバカみたいに明るい側面だけ見て暗い側面切り捨てましょうって言ってるんでもないんですよ。そうじゃないけれども、わざわざそれをやる必要もないってことです。我々は人生の可能性を見たいし、リソースを見たいし、そしてそれを使って自分が主体的に人生を作るってことをやりたいんです。それを支援したいわけで、だからそういうつもりでいてほしいのに、だから暗くやってもしょうがないってことです。